こんんにちは、吉さんなんかせこい稼ぎ方が最強だと思うんですけどもせこい稼ぎ方をしてる人とせこくないんだけど稼いでない人どっちがいいですかね、うん、まあこれは解釈いろいろあると思いますけども、うん、やっぱりね人に迷惑をかけてないんだったらちょっとせこいぐらいは稼いだ方の勝ちのような気がするんですけどもね <laughs> 稼ぐと、うんまあ、この寒い日にねあったかいうどんも食べれるし暑い時に こうカーッと冷えたビールも飲めるし、うん、とりあえずなんかそこに幸せを感じる瞬間を購入することはできると思うんですよお金がないとその選択肢狭まっちゃいますからね、うん、だからせっこくてもまあ別にねセルフバックでせっこく稼いでも、まあ、誰も迷惑しないんでいいかなと、うん、もちろんねあれですよなんかこう飲み会に行ってじゃあみんな3,000ずつねって言ってる時に2,000しか払わないせっこい そういったかすめ方はくないですけど、ね、まあけどせこくても稼げばいい丸大波紋みたいなとこじゃないですかね、うんまあ。せこいと恥ずかしいんですけどもでも稼げない恥ずかしさよりは恥ずかしくないかなと思うわけなんですよ。うんまあ、そんなことじゃないですかね。せここさん最強度とといいうことでございましたい